はい、音の方は聞こえてますでしょうかね。はい、ですね、令和2年3月7日土曜日ですね、本日のツイキャスの方を始めたいと思います。こんばんは、こんばんは、もいです。たまさんこんばんは。はい、確かにね、それあるわね、国際的な常識とられる。1点はまず昨日の、動画の YouTube への再アップなんですけれども、とんでもないです、こちらこそ。すいません、音声ファイルがですね、私の声だけ大きくなってしまって、コラボしてくれた彼のですね、声が全然ちょっと出て来るのが非常にちょっと、難しいということなので、ちょっとそのファイルを再現するのに、昨日の分だけちょっと飛ばして、アップをしていくそうです。はい、そうそう、あれもともと声小さかったんです。そうなんです、だからなんかね、その部分だけをね、拡張するそうです、音拾って。だからもしかすると音割れてるかもしれないけど、割れない限界までこう、そこの相手の声だけ拡幅するからねって言ってたんで、はい、せっかくだからね、やっぱりなかなかほら、ああいう勇気ってないですからね。そう、あれ中国で作ってるって言ってなかったっけ、あれなんだっけ、何がだっけ、アビガン、アビガン中国だっけ。アミタさん、はい、こんばんは。こんばんはじゃなくて、コンティニューコインありがとうございます。何をすとぼけてんねんっていうことで、はい。で、もう一つがですね、はい、そうです、7分経っちゃいましたね。すみません、あともう一つがですね、なんだっけ。忘れたからいいや、多分大したことじゃないや。はい、じゃあ、本題に入ります。はい。そうなんだ、アビガンは中国は富士フィルムに協力仰いで向こうで生産体制作るって話だ。そうでもどうかな、うまくいくのかな、プラントとかね。まあ、できるか、中国ならね、そういうのは。はい、怪しい薬をインドね、確かにね。アビガンのライセンスを中国は買い取ったと思いますよということで、そうなんだ。おー、やっぱチャイナすごいね、本当、お金に関してはね。そう、ライセンスね、ライセンス使用料ちゃんと払ってくるってとこは素晴らしいよね。はい、じゃあ今日は感染性心内膜炎のちょっとお話の方をしていきたいと思います。はい、でね、この疾患はですね、まあちょっとね、感染性っていうんで、まあちょっとなんとなく察しはつくと思うんですけれども、そうそう、正規ルートで来たのがびっくりした。もともとね、心臓に疾患がある方、例えば先日お話しした中核欠損とか、もろもろ、あと便のね、閉鎖不全とか、狭窄症とか、肥大とかね、いろいろあります。まあそういう基礎疾患があったりとか、それから、歯の治療とか、ね、それから、カテーテルの治療とかやったりね、様々あります。で、そういうことをしたときに、血栓がね、心臓のこう中でできてしまって、そこにね、血栓にですね、菌であるとか、こうウイルスがね、くっついて増殖していっちゃうんですね。これを優秀っていうふうに言いますけれども、それがね、その体の中でね、炎症を起こして、なんていうのかな、発熱したりとか、全身の倦怠感、それから食べたくないよっていう感じとかね、それから体重が減ったりとか、関節が痛くなったりとか、それからもうちょっとね、筋肉痛って言っても、もうこれはね、もう何とも言えない筋肉痛なんですよね。ゆりさんこんばんは、コンティニューコインありがとうございます。はい、原薬の値段が下がればね、ありがたいですけどね。名古屋市でね、デイサービス営業ってひどいですよね。
あ、猫先生こんばんは。ということは、うん、ワハリゼーションしている方にはかかりにくいということなんでしょうか。いや、そんなことはない。あ、でも、あ、そうだね。うん。そういうことにはなりますね。うん。なるなる。なぜかというと、血栓ができにくいからね。うん。そうです。まあね、症例数そんなに多いわけじゃないです。まあ、10万人に、だいたい5例から10例ぐらい。で、ほとんどが高齢者、うん、です。ね、あのね、デイサービスのね、職員ね、ほんと、あれじゃね、もうね、犯罪者扱いになっちゃってますよね、ほんとね。うん。で、ですね、まあ、これね、原因的には、まあ、まず血栓がね、こう、中にできるということがまず前提になるので、歯科治療とか、まあ、カテーテルとかでこうできちゃった血栓っていうのは、これはまあ、しょうがないっていうね。うん、であとそれとか、まあ、例えば外からね、こうウイルスの感染があったりとか、まあね、菌の感染があったりとかね、原因菌の感染があったりとか、まあ、そういうことが起きて、起きるのが感染性心内膜炎ですね。うん、で、まずその前提として、そのね、まあ、血栓に菌が付着して増殖することで油脂を作るので、まずこの状態がないとまず起きないです。で、その油脂ができることで合併症としては、そのね、まあ、当然その血栓ができるわけですから、まあね、塞いでしまう、まあ、閉塞症とかですね、うん、まあ、閉栓症だから便をこう塞いでしまうとか、あとまあ血管、ね、太い血管にはちょっと便がついてるんですけども、まあ、そこのところにね、こう詰まってしまったりとか、あと便そのものを破壊してしまって心不全を起こしてしまったりとか、まあ、そういうのが起きます。うん、でね、まあ、これ先天性のその心臓の疾患を持たれている方って、まあ、先日お話ししたその中隔欠損とか、まあ、便のね、閉鎖不全とかそういうのがある方々って、いわゆるね、ジェット血流ってものが起きるんですね。例えば閉まらないから、その血液がその収縮した時にボーってすごい力でこう出てっちゃうんですね。で、戻る時もすごい力で戻っちゃうんですね。便がちゃんとこう閉まってくれないんだよね。そうですね。はーい。 UCG で特異な症状が出るのですか。出ますね。はい。特有の症状というとで、まあね、一番わかりやすいのが、そうだね、まあ、まず、まあ、発熱とか関節痛とかそういうのはあるんですけれども、検査所見としてはあれですね、炎症の所見がまず上がるのと、まあ、あれですね、それからね、まあ、聴診で結構ね、雑音の聴取があるんですね。大体そこら辺でこう気づいていくところはあります。はい。あと CPR も上がりますしね。ブロフェリンとか、みんなこう数値がね、やたら上がります。はい。で、ね、非常にこうね、数は少ないんですけれども、これはね、結構要注意なんですね。感染性の心内膜炎。あれなんで心室、まあ基本はね、心疾患がある方が多いんですけども、共通がですね、これがほとんど出ないです。うん。ほぼ出ないと考えていただいていいですね。っていうのは、その共通が出た時、っていうのは、もうそれはすでに、もう別のステージに移行してってしまってる時、合併症ですね。例えばその、閉栓症とか、そっちの方に行っちゃってる時に痛みは出るんですけども、合併症が出ていない時の状態はあくまでこう熱が出たりとか、そう心雑音とかね、心不全とか、そうです、 CRP の炎症の値ですね。うん、で共通は出ないんですね。うん、合併症に移行すると共通は出てくる感じですね。はい。で、まあね、これ引き起こす、まあ、貧血症をね、要はね、起こすわけですけれども、
金欠症というのはね、さっきね、お話ししたような、まあその、血栓にね、こう菌がわわわってくっついていっちゃうわけですけども、で、その結果増えていくんですね、体の中でね、菌であるとかウイルスがね。で、まあ、例えばね、一番多分身近なのが、心臓に疾患がある方以外であり得るのが、歯抜いた後、歯を抜歯した後とか、あとその出血を伴うね、歯科処理ですね。これをやった後に、結構これをですね、菌欠症というのをですね、引き起こすことがあります。まあ、それから、あとまあね、まあ、カテーテル術とかですね。まあ、カテーテルをね、こう、留置するのがあるんですけどね。あ、はいはい、そう、抜歯した後によく歯医者さんはフロモックスを出しているようですが、それではカバーできないのでしょうか。フロモックスって、先生ご存知だと思うんですけど、たまーにね、そう、どちらも懐が痛くなる。フロモックスでカバーできないような、まあ正直言ってこれ何の菌が増えてくるかってところにもよるんですけども、フロモックスで例えば耐性ができちゃってたりとかするケース。すごく、その、フロモックスって、まあ、こっちあれですけど、私は使わないんですけど、小児で結構多用されてる先生多いじゃないですか。で、耐性があるのに、こう、可能止めでね、いわゆるその、炎症を避けるためにフロモックスを出してるんだけども、全く効かない。実は効いていない。大体そこが入り口ですね。抜歯した後にフロモックスとか出してるけども、効かない。効かなくてってことが多いですね。フロモックスの耐性って結構実は最近出てきてまして、もうやめれって言ってるんですけど、まあ普通の感冒症状にフロモックスを出す医者っていうのはちょっと耐えないところはあるんですよね。一番出しやすいのかなーっていうのはありますね。はい。あんまり美味しくないねって、まあね。そう、使いすぎ、そう。ね。そうなんだよね。あ、ガオルさんこんばんは。そう、ニューキノロンとかね、テトラサイクロンとかね、そうなんだよね、セフゾンだとかね、そう。で、まあ、歯医者さんもいろいろ考えて最近ね、出してくれてはいます。そう。そうです、ヨレン菌だと当然、サワシリンとかの方がいいですね。あ、ナーさんこんばんは。どうせうんこになる、抗生剤。まあ、間違えてないけどさ。こんばんは。はい、正解。まあね。そうですよね。おっしゃる通りなんです。基本はペニシリンでございます。はい。まあね、どうしてもね、こう、なんていうのかな、わからないですよ。正直言って私、歯科医にそこまで求めるのは難しいと思います。いわゆるその、以下の方で、まあ、できてしまった薬剤耐性菌を、歯科が見抜くってなかなか難しいと思うんですよね。で、まあ、お薬手帳とか持っていればまだあれですけど、歯科でお薬手帳をちょっと確認してるかどうかってのは、私ちょっとね、定かではないので、で、歯科の場合ね、院外処方じゃない場合も結構多いようなんで、まあ、その辺がちょっと、どうかなという部分はあるんですよね。それは歯科医師は打てない。そうです。そうですね。教科書にはそうですね。PCG だった。いや、そうですね。そんな感じです。はい。間違いないでございます。記憶がね。はい。偶然にもミルクティー飲んでるときちゃんは風邪ひかない顔。なんで？ミルクティーで風邪ひかないエビデンスがよくわからんけど。ね。そうです。薬は異物です。用法をお守りください。ただあれだよね。なんていうのかな。本当ね、そのフロモックスに関してはね、ちょっと問題視をしてます。どうしてもね。はい。七瀬先生、こんばんは。
ドクターラスから悩んでいた。その悩みとは貧血症。47都道府県の各地にいるドクターラスからの現地妻、そして学会への上納金と現地妻への集まりだから学会への上納金でそんな金ねえよっていくらかかってると思ってんだよ年間そうね、ああそうなんだ、あ余命酒飲んでおこうってね、黒文字、七瀬先生面白いよな、もうな、もう自分の願望をね、ああ猫先生また来られたんですか、その保健所で断られたケース。大阪の別のライブハウスに行っていたようで、そこは例の場所じゃないからという理由だったかな、が夜のニュースでそこらしい新たなライブハウスが発見されてショックですということで、いやーもうねきついよね、やっぱりその、保健所に言われてその一般病院を受診してくださいって言われるケースあるらしいんです、違うので、だそれはちょっと怖いですよねそのケースね、はい、アプチャーさんコンティニューコインありがとうございます、こんばんはです、はい、そうですよね、おっしゃる通りですよね、可能止め処方されたら迷わず使えますよね、ヒロポンはもう承認されてねっちゅ、15日あたりだとまだ軽い警戒レベルだったからなって、そうなんですよね、そうなんですよ、保健所だといいところ保健師さんなのかな、ちょっと分かんないんですよその辺の、要するにそのどういうそのなんていうのかな、ガイドラインとかでその要するに切り分けやってるとかって私調べたんですよ、そのコールセンターね、だけどちょっとそれもね分からないんですよ、どういうだから一応そのほら環境感染症が出してるあのガイドラインに沿ってるとは言ってるんですけども、わかんねえ、ね、本当ね医師の判断でって厚労省言ってるのにって感じだよね、だから正直言って多分裏側ではもしかしたら一人ぐらいいるのかもしれないんですけど、その相談センターにね、だからちょっとわかんないんですよね、そうこっちの意見また聞いてないですからね、で来ますからね患者ね、はい、そうね、結局そうなんだよね、まあ、高橋先生とかね百田先生とかが言ってたのはね、まあ、確かに起きちゃってるけど、でも あれなんだよね、なんていうのかな、まあ、高橋先生もね百田さんもね、その現状の医療現場のそのなんていうのかな、キャパって分かってないで言ってるからちょっと怖いなとは思ったんだよね、そう鍋に勝って、はい、お薬を大事にありがとうございます、そう発信の仕方が過激だったからね、本当考えてほしかったんですよねあれね、いやだからずっと私も思ってたんですよ、言ってること間違えてないんだけどその発信の仕方だとみんな敵に回すよと思ってね、でとどめがあれですからね、若い先生に絡んでましたからね、もう本当も目も当てられないっていうかね、人の欲望とかすり替えるけど、もういい加減にドクターラスカルは現実として認めないと、ドクターラスカルは事実上リアルに書くことに反対している若手の先生は先生たちで割とバカにしてたしなって、そうなんですよ、スキンヘッドの医者はずらか、まあ、そうじゃないんだけどね、横浜の70代の感染者がジム行ってて濃厚感触数は専用、やれやれ、ね、本当ですよね、ちょっと間違えてそのままね、そう作ってしまったのがね確かにね、まあ錠剤ウイルスの可能性は高いですよ、だからこう変な話ですけど自分の体の中にいるけどこう入ってきても発症しないケースがすごい多いじゃないですかこれ、で、ある要するに例えばその、まあ、この時期なんで花粉も来るわ黄砂も来るわって言ってこう抵抗力がガーンと落ちてくるじゃないですか、そこでウイルス量が変わってるわけじゃないのに全体のその体の抵抗力が下がってくるとブーンと発症したりとかするケースもあると思うんですよね、そうね、
本当にとにかく冷静に怖がるって発信だったら本当良かったんですけどね。いや本当ね、その辺はね、常念さんの方がうまかったんだけど、どうもそのね、常念さんの思いがそこは伝わらなかったみたいね。なんだろう、言ってることこの人たち間違ってないんだけどな、どっちもなとか思って、なんでこうとか思ったよね。臓器指定許可度ね、はい、まあね、来年には多分普通の風邪になってますよね。信頼幕園か解決書か選べ選べねえよなもうね、はい、ね、そう、車洗った後に雨が降ってきたから、ダメだよ、車流したね。あ、ヒーピーさん、こんばんは。14回やれるって、そうなんだよね。ジョネさん、一番まともでしたよね。そう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 ね。まあね、本当だよね。ジョネさん、今回に関して、特に一番まともな発信されてましたよ。18回までありますよ。まあね、高橋先生も資材を使ってね、コロナ専門病院作ってくれたらまた信頼を取り戻す、確かにね。いやー、七瀬先生ダメだよ、後ろにいるの知ってるからね。20億円ぐらいすぐでしょ、あの人だったらと私もそう思いますけどね。まあ、時ちゃんはお前すりでやめなさいってそういうのね、ダメよ、お薬をね。それからですね、まあ、なんだっけ、心内膜炎ね。で、まあ、その歯科処置とかカテーテルとか、まあ、そういったものが、すごく多くなります。で、まあ、診断とか検査に関してはね、まあ、この辺は、まあ、ちょっとここで言っても、あまり通じないところがあるので、割愛しますけど、まあ、心臓のエコーとか、まあ、血液培養とかね、そういった、検査をしてきます。で、合併症はですね、まあ、なんていうのかな、平然症とか、まあ、そういうものがほとんど、心不全とかね、そういうものが出てきます。はい。むしろシアリス、すごいよね。確かにね。でも、シアリス、どうかな。シアリスとか飲ん、やったことないんですよ、まだね。ああいうの飲んで。てかまあ、最近ちょっとやる、まあまあいいや。まあ、そんな話はどうでもいいし。ね、まあね、はい。で、ですね、まあ、とりあえず、まあ、ちょっとここ、まあ、一般向けなんでね、お話をしていくと、やはりさっきね、猫先生もおっしゃっていただいたように、原因菌を死滅させるというのが、この疾患の、やはりですね、治療法になります。まあ、そのね、さっき言った、有種っていうものを、死滅させる必要があるので、やはりペニシリン系ですね。連鎖球菌に関してはペニシリン系、もうこれ間違いないです。それからおっしゃっていただいたね、ブドウ球菌に関してはセフゾン、ね、それからバイコマイシン、それからまあ腸球菌に関しては、アンピシリンというねお薬を使います。はい、ね、で、まあ、予防なんですけれども、まあ、こっちの方が大事だと思います。ですね、まあいわゆるね、なんていうのかな、心臓の疾患にある方は常にこれにね、注意する必要があります。それから、あとはね、まあ、心臓の手術はもちろんなんですけども、喉のね、手術あるじゃないですか。例えばそういう扁桃腺が大きいとかっていって、こう、摘出の手術したりとか、まあ、それからまあアデノイドね、この周りね、を摘出したりとか、そのね、歯科の抜歯をした時ですね、にこう使うね、抗菌剤。で、これがね、やっぱりね、ちょっとやっぱり考えた方がいいかなというのがね、あるんですね。ただまあ、この辺に関してはどうしてもね、口腔外科であればね、こうその辺こう連携が取れるんですけど、なかなかこう歯科と連携取るのってそこ難しくてですね。で、まあ、歯科の方も一生懸命その辺はこうね、まあ、体積に作らないようにってことで、まあ、頑張ってはいるんですけれどもね。はい、はい、どうしてもね、この、できやすいというのはあります。ただまあ患者に関してはですね、まあ、さっきも言いましたけど10万人に5例から10例ですから、
ものすごく多いわけではないですね。ただあとまあなんていうのかな、この急性化するのがですね、結構すぐじゃないことが多いんですね。やっぱり数日、まあ当然培養してきます、増えてきますから、まあ数日経ってからとか数週間経ってからこれが起きてくるので、直接それがそのなんていうのかな、こう自分自身がね、その歯科治療をしたとかそういうのをね、忘れてたりとかする可能性はたまに申告されない方ってあるんですね。もし自分に自由に使える大金があったら20億円くらい使って最新設備の感染症専門病院を建てます。人口多い場所だったら、だときっと反対もされるだろうから、田舎の方でコロナもエボラもね、本当そうだよね。やっぱそういうの欲しいですね。野田の田舎にでも建てるかな。野田はねいいかもしれないですよ。結構おすすめの場所あります。もう卒業しちゃいましたけどね、うちの娘の学校がありました。はい。かかりつけの内科はフロモックスとプロボックス、間違いないね。はい、間違いないからね間違いないよ。っていうのがね、感染性心内膜炎なんです。で、だからね、心臓のその先天性の疾患とか、後天性のものでもそうなんですけれども、そうね、そう、扁桃のね、摘出後はすごく痛いんですよ。で、そこでね、やっぱりその、きちんと、その、いわゆる炎症が、引いてるかとか、非常にそういうのをきちっとこう丁寧に確認していくこと、これすごく大事です。それをこう怠ってしまうと、結構これ、やらかしがちです。結構ね、アデノイドに関しては多いな。そう。なんていうのかな、口腔内って、ね、確かに私なんかも到底無理ですよ。ただのあれですから、勤務医ですからね。はい。100坪20万で買えるんだ。本当かよそんな安いんかい、ノーケンジャタイム、カレさんこんばんは。はい、ね、奇跡が起こればね、本当ね。トキちゃんの実家の本家は1520坪持ってるから、トキちゃんの嫁になった時はトキちゃんの本家の人に、ああなるほどね、1520坪あったら税金大変だよ。ちょっとね、家いらねえ。てかね、財産としての家いらない。本当に。まあね、100坪って結構維持するの大変。はい、ということで、心内膜炎。だからこれはね、非常にね、症状。まずね、やっぱり一般の方向けなんで、症状言っておきます。発熱、全身の倦怠感、それから食欲がとにかくもう食べたくないっていう風になりますね。それから、体重がこういきなり下がってきた、減ってきたりとかね、あと関節がちょっと痛くなります。特にこの関節ね、上半身、下半身両方とも関節という関節が痛くなってきます。だからね、昔ね、よくこう風邪ひくと関節が痛くなるっていうような症状って、昔聞いたかなとかって思うんですけれども、それがちょっと激しくなったような、関節の痛みがちょっと出てきますね。その辺がちょっと特徴です。だからちょっとそういう痛みを感じるような、いわゆるその発熱の方で、食欲が異常なかったりとかした場合は、ちょっとそのね、血液培養ってものをしてね、
ちょっとその細菌の数であるとかウイルスをちょっと確認した方がいいですね。念のためですけどね。可能性としては非常に低い疾患です。ただ例えばその何かね、いわゆるその感冒症状に罹患されて治った後とかもこれが起きる可能性があったりとか、それからそういったですね、あれですね、外科的な処置をした後だとか、あとカテーテルとかね、そういうものをやった後っていうのはこれちょっと要注意ですね。はい、はい、コンティニューコインありがとうございます。250通。はぁ、好きなぁ。ね、私は行ってしまった愛猫と一緒にあの世で幸せに暮らせればそれでいい、何もいらない。いや俺も本当何もいらない。もうね、何もいらないっていうとちょっと語弊あるけどね。すごいな、車7台って。車もいらないや俺は。いらないとか言いながらさ、あれだけど7台はないな、うち。半分以下だぞ。はい。盗んだバイクで走り出したいと。おい、ほら。ダメだよ、ね。はい。ということなんでね、まずこの、感染性心内膜症の特徴、それがまず血栓に付着した、血栓に菌が付着して作る優秀というものがね、一つのこうポイントになります。で、それがね、例えば先天性的にその心臓の疾患がある方ね、中核欠損とか、弁の不全、閉鎖不全とか、それから狭窄とかそういったものがあるとですね、シャントって言ってね、こう短絡的なものが起きて、ジェット気流みたいなのが起きますからね。はい。毎晩こうつぼ、なるほど、わかる気がする。うちもね、5年ぐらいにね、前に亡くなった愛犬のね、遺骨、私も持ってます。はい。水、こうでね、毎日はちょっとできないんだけど、いろいろ欲しいけど変えてない。そうでもんですよ。カメラなら7台以上あるよ。カメラもうち7台怪しいな。カメラも7台怪しいですね。すごくですね、戸建てでありながら、非常にこう、ガードがですね、弱めな家でございます。はい。アルファードとジムニーとフロックスは、なんでそんなもん持ってんだよ。あえがないでって、いや、シャントシャントの味の素、うまいなぁ。ね。そうそう。カメラ何台ぐらいついてるの？あれはあるんですよね。センサー的なものはね。センサー的なものはあるんです。カメラはないんですよね、うちね。味の素の透析溶液。味の素って結構薬品とか医薬品作ってるんですよ、意外と。私の家で結構は使わないけど、たまに使うね、エレンタールっていうのがあるんですけど、それとかも味の素さんですね。すごいな、もうすごいな。いっぱい持ってるのもうちみんな国産だよ。いやしいの。しょうがないんだけどね、もうね。あ、そっか、それでも味の素になったんだよね。そうだね。そうだそうだ。そっか、ということでね。はい。ということで、感染性のね、心内膜炎に関しては、必ず原因が先だってあるので、心臓に疾患を持たれている方とか以外はね、ほぼほぼ突然こう、出てくるってことはないです。要するにその、例えばその、心臓にその仮に疾患があったとしても、その前触れになるようなね、症状が出てきます。それが、そのさっき言った、発熱、全身倦怠感、だから本当食事を全く受け付けないような意思になるんですね。食意不振なんて言い方しますけども、それから、体重減少、それから関節の痛み、あと筋肉の痛み、この辺が出てきます。でも合併症がちょっとね、この本当IE に関しては本当怖いので、どちらかというとこれそのものも怖いけど合併症も怖い、っていうのは
合併症を併発することで、まあ、それがいきなりこうね、まあ、その命をすぐねこう止めるようなきっかけになってしまったりすることがあるので、そっちの方がちょっと怖いかなっていうのはありますね。まあ敗血症じゃなくて敗菌症ね。そう、まあ、敗血症、まあね、貧血症か、ごめんなさい、貧血症ね。まああとはあれかな、あとは非細菌性の血栓でね、あと心内膜症とかね、まあそういうのも出てきますし、あとこれね、その培養とかを、血液の培養ってちょっと時間がかかるので、大体これじゃないかっていうのを見込んで治療することもありますからね。最初にこう抗菌剤をある程度見込んで、まあね、治療開始することが多いです。はい、で、特定できた時点で、その要するにね、体の中にあるその菌に対して有効なお薬をこう切り替えていくってこともあります。はい、ね、まあこういうところかな。まあ大体お薬でこれは直していきます。そうね、まあそうだな、まあ、まあこれはでもね、非常になってしまうとちょっと、って感じですね。はい。そうですね。ああ、まあそうだな。確かにね。極み感染。僕のナプキンを何、わけながらなこと言ってんのよ、女も。ね。はい。ということで、まあ一応、まあざっとですけどね、心内膜炎の説明というのはまあ以上になります。かなりざっとでした。はい。今コロナウイルスとかも流行ってますけども、今日ね、ちょっと痛かったのが、まあこういうのもあるんですよ。病院ってね。結構こういう疾患とかやっぱりかかってしまうと、病院ってところはそのなんていうのかな、必ずしもそのすぐ急性期とかっていう方じゃなくて、慢性期で通院されてる、慢性のね病気でね、通院されてる方っていうのが結構いらっしゃいます。で、例えばそのね、さっき猫先生がおっしゃってたみたいな感じで、突然ね、こうコロナの疑いの方が来てしまって、例えばそれで PCR 検査をやってね、例えばその方がコロナウイルス陽性って確定してしまうと、その病院が、閉鎖になってしまう可能性だってあるんですね。そこが例えばその感染症の、対象医療機関じゃなくて、そのいろんな方と濃厚接触していろんなところをこう検査で行ったとかってなると、やはり病院自体が閉鎖になってしまうことがあります。ですから必ずね、そのまあ相談センターもちょっと問題があるようではあるんですけれども、行っていただいてですね、で病院受診するときもですね、一応その相談センターにね、受診まあしたんだけどということ、相談したんですけどこっち来たんですということで、一応ねその経緯を話していただいた方がいいですね。だからそういうのをこう、隠さず言っていただければとは思うんですよね。そうするとその一応今こういう時期ですから、まあ予防的なねことはやってきます。例えばそのね、まあ単純なところで言うとマスクをしていただくとか、ちょっとね別室で、お待ちいただくとか、まあそういうことをある程度できる範囲での対策はしていくので、絶対ねそういうのをこう申告なしで、診察室でこう突然ね、そういうのをちょっと話し始めるっていうのはちょっと勘弁していただきたいなってなりますね。で、まあ可能であればやはりその受診を希望される病院に、一旦そのコロナの疑いねある場合に関しては、
やはりその、まあ、あの相談ダイヤルありますよね、コロナウイルスの、ね、疑いの相談ダイヤル電話していただいて、病院に紹介されますので、そこで電話番号とかも教えてくれます。で、まあ、その場合であれば必ずその病院に、まあ、あの電話行ってますけれども、電話していただいて、まあね、受診する、まあ、あのどこから入ったらいいかとか再度説明を受けた方がいいと思うんですね、はい、というふうに思います。あとは、まあ、その一般 の、ね、その病院を受診するときも、あのその行かれる病院に、ね、一回その経緯を話していただいて、そうすると、ね、やはり感染症の、まあ、受診の対策としてその病院でできることを、まあ、最大限やってね、例えばその入り口を変えるとかやりますし、あと、まあ、そのね、正規のルートから入ってきていただいても、例えばその、ね、あの使ってない診察室であるとか、まあ、それからあの感染症待合室にこう一人で、ね、あのお待ちいただくとか、あのそういうふうに、ね、あのできる限りのことはやるので、あのただ何も言っていただかないとちょっとそれができないのと、そうね、あ、保健所から紹介されたお互いの疑いにもならない患者さんを何人か見たけど、ただの風邪でした。うん、まあね。まあ、よくありますよね。まあ、その逆もあるんでね、例えばその本当に、まあこれはちょっとわかんないですよ。本人の申告上の話ですから。あくまでその、ね、相談ダイヤルの方に相談をして、まあ、コロナとは言われなかったから一般病院を受診してくれって言われた場合でも、一応その相談ダイヤルに、相談をしたよなっていう経緯を、病院の方でその受診する、ね、医療機関の方で話をしていただいて、受付をしていただいた方が、よろしいかなと思うんですね。一応その、ね、ね、疑いを持って、一応感染症のね、疑い、インフルエンザでもよくあるんですよ。インフルエンザ疑いで、一応そのね、感染症の、まあ、待合室の方入っていただいてて、ね、診断したら、その、インフルエンザじゃなかったってこともあるんで、それに関してはね、申告を必ず、していただきたいというのがあります。そうじゃないと、本当に診察室に来てから、ボンとその言われてしまうと、まあ、それで例えばそのコロナウイルス確定とかになってしまうと、その病院閉鎖してしまって、その地域でその病院に通われている方々に大変迷惑がかかってしまうことがありますからね。注意してください。まあ、可能性は低いんですよ。はっきり言って、その、まあ、コロナウイルスで、ね、まあ、症状がない状態だと多分受診はしないでくださいって言われると思うんですけど、症状が出てる状態で、受診する場合は、本当にもう最初からね、もうそのコロナウイルスであろうという前提のもとに、今、リトモ先生書いていただいてますけども、そう判断しますんでね、うん、本当にインフルエンザいないですよね、今年ね。ああ、びっくりするぐらいない。うん、むしろ、だって今期3人ぐらいですよ。まあ、もともと少ないですけどね、うちはね。まあ、少ないですけど3人ぐらいですね。もともとうちって、もう最初に行ってしまってるんでね、要するにインフルエンザの、お薬は出しませんよっていうのを行ってしまってる病院なので、救急で受付しても出しませんよと、基礎疾患のある方以外は使えませんよと見切ってしまってる病院なんで、もともと来ないっていうのはあるんですけれども、にしても少ないかな。ね、本当ありがたいことですよね。定点で 4.6 って本当奇跡だよね。だってこの時期だって普通もう20いくつとかだもんね。びっくりですよね、 4.6 とかってね。そう、まだ1を超えているので流行は流行なんですけどね、確かにね、まあ、1を超えるとね、そうでしょう。3人は少ないでしょう。いくらうちがそういう、そのなんていうのかな、まあ、3次病院だからって言ってってことはないもんね。明日娘の卒業式、風邪症状の、ああ、そっかね、
まあ、咳がね、警戒しないので自主的に欠席せざるを得なくなりました。式中咳が止まらなくなると思うので、まあそうね、うちもね、今日だったのね、娘ね、卒業式ね、あれですよ、出れなくて、家で、寝てたみたいですよ。はい、まあもう疑わしきはもう行かない方がいいですね、今時期は。またね、咳とかしちゃうとね、そのね、周りにもこうね、不安な思いさせちゃいますしね、ちょっとまあ悲しいですけどね、ね、まあコロナのおかげなのかね、まあコロナなのか、時にコロナウイルス感染症の嘘のメール来たみたいで泣きながら家に帰っていったかもね。なるほどね。はい。あ、はい、50分のお知らせありがとうございます。で、インフルエンザをね、例えばインフルエンザとか、そういうのを罹患した後とかに、やっぱり数日経ってとか、まあもしくは、そうだな、まあインフルエンザもありますしね、まあ他にもいろいろあるんですけど、そのね、心筋症っていうね、そういうのが起きる時もあるんで、まあね、数は少ないですけども、脳症とかね、まあ、悪化する可能性はあるので、特に小児の場合はそっちを警戒しますね。いや、そうじゃなくて、そういう卒業式じゃないですよ。そう。ねえ、あ、にじらさんこんばんは。あ、リボトール、マグマグで、そうですね、きっと、いい夢見れますよ。大丈夫ですよ。ね。はい。ガオルさんどうした？ね。そう、ダメ絶対だよ。ね。ほんと。ね。はい。ということです。まあね、まあ、心臓の領域っていうのはね、非常に、こう、いろんな原因、なんていうのかな、こう症状がいろんなところ出てきます。本当ダイレクトに胸が痛いとか、そういう心臓が痛いとかじゃなくて、ね、変なところに出たりします。例えばそういう熱が出てきたりとかね、あるので、非常に細かいところのね、こう自分のその症状をね、こう教えていただくことが非常に重要になります。はい。あ、天皇皇后陛下も愛子なしの殿下の卒業式に出席なさるかで、かなり調整が難しそうですよね。体に沈む感覚が気持ちいい。あ、いいですね。確かにね。はい。昨年成人の日に、あ、380。お疲れ様でございました。本当ね。あ、ピッツが張っていたとか、いや、ね。あ、鳥さん、こんばんは。はい。町のクリニックでもコロナかなと思う方は、こうしてくださいという張り紙が、どの科でもしてありますね。一瞬、そうですね。変異のお知らせかとビビります。本当ですよね。違うんですよ、鳥さん。そのぐらい目立つように貼っとかないと、本当にその、本当のね、閉鎖になっちゃうんで。はい。いいことしてくるっていいことしてこないでよね。うわーって感じでね。そう。本当にその、なんていうのかな、まあ、病院の大きさ関係ないですからね。その感染症を管理できる病院って、まあ、うちはね、だから外来的にはそういうのはあんまり、一般的には受けてないんですけど、感染症科もありますし、陰圧室もあるんですけれども、ただやはりそういうふうな、やっぱり医療連携でね、やはり来るばっかりなんですね。まあ、もともと結核の指定医療機関なので、まあそういうものを持ってるんですけれども、そういう、なんていうのかな、いわゆる1類とか2類とかは、扱えないところがほとんどと考えていただいた方がいいので、逆にその、まあ、普段かかってる病院とかね、それからその保健所に、まあ、今はね、便利なその相談ダイヤルっていうのがありますから、どこの病院にかかったらいいかっていうのをね、聞いて受診していただいた方が間違いないと思います。ほぼそんなに、
設備揃えてる病院っていうのはほとんどないって考えていただいた方がいいですね。一応ね、うちも工事医療機関って言ってそれなりにその、医療機関としては1時、2時、3時ってある中の3時なんですけれども、それでもたくさんありますからね。2時とかっていうのはね、で2時の病院っていうのはほとんどないですから、そんな、個室の病室せいぜい1室か2室あったりとかそんな感じですからね、で下手をすると個室なんかないとか、せいぜい2人部屋をこう個室に使うとかね、そんな感じですからね。はい、大腸内視鏡の検査待ちとかもスタッフが、椅子から何から、そうですよね、除菌剤で拭いてますよね今ね、肛門科でね、はい、そうですね、こんな感じですかね。だから本当いきなりは行かないでくださいね。でやっぱりちょっとそのね、相談ダイヤル電話したのにかかってみたらコロナでした、うわーのケースはちょっと多分あり得るし避けられないかなとは思うんですけど、いわゆるね、ちょっと虚偽申告で来るのはやめてくださいね。いきなりね、来ていただいて、そのインフルエンザだと思って来たんだよって言って、検査してみたらインフルエンザじゃなくてコロナウイルスだったとかね、ちょっとそういうのはちょっと勘弁してほしいんで、やはりその受診目安、厚労省出してますんで、それに一応照らし合わせていただいて、4日以上とかね、それから基礎疾患がある方は2日以上ね、そういうのをね一応見ていただいて、さらに相談ダイヤルに電話していただくと。で相談ダイヤルがやはりちょっとつながりにくいようですから、そうですね、無症状とかね、軽症多いんですよ実は、相談ダイヤルにも多いんです実はね、はい。でその場合はやはり受診しないでくださいというふうに言ってるそうです。はい、あ、キャス君ありがとうございます。はい、ね、ちょっと肛門のアルコールで拭いてくるちょっと肛門アルコールで拭いてくるね。はーい、いえいえいえ、イブラカタプラさんこんばんは。はーい、もうそうですね、あと3分半ぐらいですね。はーい、今日はね、あれです。すいません。ちょっとかなり、いつものことですけどね、尻滅裂になっちゃってますけどね。はーい。CFS 受けた時、ナースさんに排便後の便器見られたのは恥ずかしかった。どうしてもね、嫌ですよね。見なきゃいけないから、見てるんですけどね。私もね、毎年、ちょっと大腸見ますよ。すぐね、はい、そう、高齢者多いはずで、このデータってことは弱毒性認定でもいい気がしますけどね。はっきり言ってね、そんなにね、毒性は強くないよね。だから、逆にその、なんていうのかな、盛り上がりすぎちゃったでしょう。マスコミとか、世界的にも感染が増えててとかって感じで、だからこれを逆にその弱毒性であることは間違いないけど、でもやはりハイリスクな方に行くと、はっきり言ってコロナウイルスじゃなくても、いわゆるハイリスクな方々、高齢者の方々とかに罹患すると結局のところを同じことを起こすんです、肺炎とかね。だその辺をまずきちんと説明していかないって考えると、なかなか丁寧な説明が必要なのと、やはりマスコミが発信するのではなくて、そうなんだよね、マスコミも盛り上げた以上ね、引けないんですよね。そうね、ヨーロッパの方ね、今ね移民が多くてね、衛生状態がねちょっとねかなり厳しいみたいですね。あ、チョコさんこんばんは。はい、ただ分からないところでね、悪さしてる可能性があるんで、一応油断できないなって感じは、ありますよね。確かにね。おっしゃる通りです。はい。なんていうのかな。正しく恐れましょうね、やはりね。本当ね、マスメディアって本当は、煽ってなんぼなんで、その辺ね。
あまりちょっと乗らない、乗りすぎないようにね、もうテレビ消しちゃってもいいぐらいですからね。大丈夫です。テレビ消してもね、Hulu とか Netflix とかありますからね。あと、もしよかったらね、YouTube で私のアイーンでも見ていただくとね、たまにこう笑えますからね。はい、ぜひ私のね、バカ画像を見ていただいてね、笑っていただくとね、楽しく過ごせると思いますんで、バカ画像はね、順次ね、こう考えて追加していきたいと思うんですけども、まあさすがに私も50枚ですからね、ちょっとネタがね、はい、ね、そうね、目がつぶれないと良いの、まあ目がね、覚めないと良いのにな、いや、そんなことはないよ、明日はいいことありますよ、虹色さんね。弱ってれば人は感染症に罹患する。大事なことは人間はいつか死ぬ。医師も人間。全くその通りですよ。七瀬先生ね。本当そうだ。トキちゃんはテレビで AV を見る顔。アニマルビデオね。なるほど。くすみのスポンサーはアイン。そうだね。あれはちょっとショックだな。いや、噂では聞いてたんだよね。そう。噂では聞いてたけどね。いや、本当だったんだと思う。そう。乳がん、子宮頸がん。乳がん、子宮がん。大腸検診も大事ですよ、ということでね。はい。七瀬先生、もう来ねえよ、ってことで。ね。時間、そうですね。1時間経ちましたんでね。はい。そろそろ終了したいと思います。本当ね。久住先生ね。いやね、医者としてのパワーはすごい認めてるからね。ちょっと悲しいね。あら、ピークフロー、もしね、わからなかったらね、ピークフローか、そっか、基準ね、もしインターネットで調べてわからなかったら、またちょっと、DM でもください。基準ね、一応送っときますからね。はい、お疲れ様でした。はい、YouTube でお聞きの方はですね、できましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。では、ありがとうございました。では、おやすみなさい。失礼します。